いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年モデルメルセデスベンツ E300 セダンフォーマチックアバンギャルドを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すり、フロントバンパー複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石がございます。また右リアアルミホイール、リアバンパー右側、左リアドアエッジに傷、左サイドスカートに線傷がございます。走行距離約5万3000キロのお車ですが、年式、走行距離を加味しましても、外装面良好なお車でございます。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーを採用しております。2013年にマイナーチェンジが行われ、エクステリアの印象が大きく変わった一台です。またメルセデスベンツ最新の安全装備レーダーセーフティーパッケージやパノラミックスライディングルーフにより安全快適にドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトは LED ヘッドライトを装備しており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックは 3.5 リッター V 型6気筒 NA エンジンが搭載されており、最高出力は252馬力を誇ります。四輪駆動と組み合わさることでパワフルな走りを実現しております。足元には純正17インチアルミホイールが装備されております。またタイヤの山に関しましても前後2部山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトにも LED が装備されており、リアビューが映えるデザインとなっております。またマフラーに関しましては2本出しのマフラーが装備されておりますので、軽快なサウンドを奏でてくれます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクは手動での開閉となります。トランクスペースに関しましては E クラスのお車ですので、非常に広々としたスペースが確保されております。また後部座席を倒していただくと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーを採用しております。運転席、助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのマルチファンクションステアリングです。ステアリングにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能となっております。またディストロニックプラスが装備されておりますので、快適なクルージング走行もお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正 HDD ナビゲーションが装備されております。こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトは7速のオートマチックシフトです。ダイレクトな加速感が魅力の一台となっております。続きまして後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましても、前席同様綺麗な状態を保っております。また室内空間に関しましても、しっかりと取られておりますので、大人の方でもゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2013年モデルメルセデスベンツ E300 セダンフォーマチックアバンギャルドを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約5万3000キロのお車ではございますが、年式、走行距離を加味しましても、良好なコンディションを保ったお車でございます。
人気のレーダーセーフティーパッケージやパノラミックスライディングルーフが装備された非常にお買い得な1台となっております。普段使いから家族でのご旅行など幅広い活躍のできるお車をお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。